もシャロンです。というわけでね、今回なんですけれども、ポケモンスカバイの方で色違いポケモンがめちゃくちゃ簡単にね見つかる、方法がね今回判明したということで、そちらをね紹介していきたいと思います。はい、今回ね紹介する色違いポケモンゲットの方法で、重要になってくるのがこのねパワーってやつですね。このパワーってやつは全然ね使わないでストーリーをクリアしたっていう人もたくさんいると思うんですけど、なんか街中でねサンドイッチ屋さんとかアイス屋さんとかがあって、そこで購入できるものでねパワーっていうのを得れるサンドイッチとかアイスがあります。でまあそれは例えば卵パワーっていうパワーを得られるやつだったら卵がねたくさん手に入りやすくなるとか、孵化パワーだったら卵が孵化しやすくなるとか、経験値パワーだったら経験値がたくさん獲得できるとか、まあそういったような何かしらのね恩恵を受けられる要素になってまして、お店で買う市販のものもあれば、ピクニック機能で自分でね自作してパワーを得るっていうようなパターンもあるわけです。でその中にね輝きパワーっていうねパワーだったりとか、遭遇パワーっていうパワーだったりとかがあって、まずこの輝きパワーっていうのが色違いにね遭遇しやすくなるパワーになってます。で遭遇パワーが野生ポケモンとね遭遇しやすくなるパワーになっていたりするわけなんですけれども、やっぱりねレベル1とかだったら市販のお店でねパワーを獲得できるんですが、やっぱりレベル1とかだとなかなかね色違いとかも出てきづらかったりするわけです。そこでですね今回、この輝きパワーのレベル3だったりとか遭遇パワーのレベル3っていうのを獲得できるレシピの方を紹介させていただきます。それがこちらですね。はい、ピクニックのフリーモードでこのレシピに従ってサンドイッチを作ることで輝きパワーレベル3や、遭遇パワーレベル3を得ることができます。でこれらをね使うと光るお守りがなくても、まあ、約30分前後ぐらいあれば、まあ、ポケモンのね色違いに遭遇することができるようになってます。でレシピはねタイプごとに異なってまして、どれもねこの秘伝のスパイスっていうのが必要になってくるのがポイントになってきます。で秘伝のスパイスって何っていう人もいるかもしれないんですけど、レイドバトルねやってる皆さんだったら見かけたことあると思います。なんかねレアアイテムみたいな感じでレイドバトルでドロップするんですけれども、まあ、普通はね銀の王冠欲しいのになんだよこのスパイスとかね、他のアイテム欲しいのになんか変なレアアイテムっぽいザラしてスパイス出てきたんだけどどうやって使うんだよって人がかなり多いとねぶっちゃけ思うんですが、実はこれが重要です。レイドバトルの報酬でゲットしたこの秘伝のスパイスを使うことでこのねパワーを獲得することができます。それ以外のこのなんかチョリソーとかバジルとかキュウリみたいな一般食材に関してはテーブルシティのね、サンドイッチの素材を売っているお店がね3つ並んでるところがありますんで、ここで、購入しましょう。でまあね秘伝のスパイスの手に入れ方については、まあ、レイドバトルに関しての動画はね別で上げているのでそちらもぜひ見てみてください。はい、というわけでねこの、スパイスと素材を元に、サンドイッチを作ってパワーを獲得します。そしたらねもうポケモンに向かってレッツゴーでぶつかりに行きまくります。まあポケモンによってはね色違いがパッと見でめっちゃ分かりやすかったりするんで、その場合はね、まあ、普通にそのポケモンに対してボールを投げていけばいいとは思うんですけれども、なんかね今回このレッツゴーっていう機能、相手にポケモンぶつけてポケモンが勝手に戦闘してくれるっていう機能あるんですけど、色違いとはね戦闘しないっていうような仕様になってまして、これありがたいですよね。レッツゴーして色違い倒されちゃったらマジで発狂者なんで、これ本当に神仕様だなと思いました。このね遭遇パワーと輝きパワーを得たら、まあ、色違いポケモンをガーって探しながらレッツゴーでポケモンをね投げまくって、でなんかね生存するポケモンがいれば、こんな感じでねややこまがねめちゃくちゃ色が分かりづらくて、なんか生き残ったからこれ色違いなんじゃねぐらいの感じでなんか捕まえる微妙なね絵になってしまったんですけれども、まあ、こんな感じになるわけですよ。このねエアコンもね30分もしないぐらいで出ましたし、で、こちらですね、羽根っこは出ました。羽根っこはねもう色がね分かりやすすぎてもうレッツゴーするまでもなくね色違いきつーって感じでかなりテンション上がったんですが、これもね、まあ、30分足らずで出るという感じになります。まあ、今回はねこの飛行のパワーを使ってみましたね。という感じで、まあ、野生でね手に入るポケモンに関してはこんな感じで色違いを手に入れることは、まあ、なかなかね狙えるものになってますので、色違いコレクターの方だったりとかね、まあ、光るお守りっていうアイテムがあるんですけれども、まあ、それを使ったりするとよりね色違いが出やすくなったりとか、一応今回ねシャロンは光るお守りはまだ手に入れてないのでなしの状態でやったんですけど、それでも全然ね色違い出たので、これでね色違いライフをぜひ送ってください。まあ、とはいえ結局ねこの秘伝のスパイスが必要になるんで、まあ、レイドバトル漬けの生活を送った後に待ってるのが、まあ、色違いライフなのかなというような印象もありますね。というわけでね今回は、ポケモンスカバイ色違いのゲット方法でした。今後ねシャロンチャンネルではスカバイのお役立ち情報みたいなものをねどんどんやっていきたいと思ってますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。